んにちは、榊敦史でございます。雨降ってきましたね、ほんまにね。天気予報以外の雨まあ天気予報もね、かなり僕の子供の頃はね、あんなもん当たるもんかっていうもんで言われてましたけど、今はかなりですね、当たってるような気がしますね。でも時々こういう時あるんですよ。なんで雨降ってんねみたいな、ないやんそんなみたいなまあ洗濯物干してる方はね、大変ですね。さて、最近ね、愉快なお隣さん、大きなニュースがないんですよ。毎日見てるんですよ。なんか喋れることないかなと思って、ないんですけど、何も問題がないかというと、まあまあ何も問題がないんですねでこの前ね、なんかのね、愉快なお隣さん関係の記事を読んでたらね、まあこう日本からですね、昔被害を受けたと称する方だったかな、まあ、なんかインタビューに答えてはるんですけど、自分たちはですね、1対1なら絶対勝てるんやと、でもいつも彼らは団結してやってくるから僕ら負けるんやっていう言い方をしたって。これね、前からよく言われてる、あの一般的な愉快なお隣さんの普通の感覚なんですね、実はね。で、愉快なお隣さんたちは一人一人は虎になれるというふうに思い込んでるわけですね。日本は何やろね、羊かな。おとなしいですからね、日本人は。でも団結するとね、すごい力がある。から、虎も負けてしまうということになってる。まあそういうふうに思わたはるわけです。まあその理由は多分ね、愉快なお隣さんたちってぐわーっと自分の主張言わはるでしょ、カン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 って。日本って一般的にそれに慣れてないね、ギャン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 言われることに対して、まあまあだから代表連邦ですとかって出したらいいんですけど辻元清美ですねって出したらギャン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 言うてて、まあ中身のない議論いくらしても知らないっていうのが一般日本人の、まあ、感覚ですね。で、まあ僕もそうですけど、議論なんか何の意味もないと思ってる人間なんですよ、私は。向き合ってね、意見の違う者同士議論をし合ったところでね、そういう時間の無駄やんって、そんな時間あるんやったら僕原稿書いてるわってそういうことなんですよね。議論に何の意味もないと思ってる、もう僕は会議持ち合わせも意味がないと思ってるわけで、雑談は多少意味があるんです、本人が強要するなら、でも議論にはほぼ意味がないわけでして、でも愉快なお隣さんたちはキャン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 言うのが大好きな方が比較的多いと思います。でそれで大体日本人は負けるんで、ああ分かりました、ご無理ごもっともって言って、まあほんでその場だけをうまく収めようとするわけですね、大方の日本人は。それを見て日本人は弱いというふうに、まあ虎さんたちは思うわけですね。あ、それは虎さんいましたね、向こうの大将にジェイン、インっていうのは虎なんですかね、虎っていう字の向こう読みなんですけど、そう、インさんいはったの。虎さんたちはだから自分だったらこっちよりも強いと思い込んでるんですけども、自分たちがなんでじゃ あの歴史上ですね、連戦連敗してるわけですね。一回も勝ったことはないんちゃいますかね、野球は別にしてまあ野球でもまあまあ、で勝ったことないのは、自分たちは一人一人は優秀なのに、こっちはですね、こう組織を組んだ時に強いというふうに思い込んでるわけで、ある意味正しいっちゃ正しいですね。表面的にはこっちは負けてますから、一人一人一対一だと負けてます、でも一対一で負けてるこっち側にですね、ノーベル賞が何十人もおるのにですね、トラさんたちは一人もまともには、自然科学系は一人もいないって、わずかに平和賞が一匹いるんですけど、あれはお金でその原因を買ったというふうに今は見なされてるわけでした。では一対一で我々の方が弱いのかというと、まあ見かけ上は弱いですね。議論をしたがらない、言い合いになった時に、ああもうええわええわというふうになってしまう、争いを好まないですね。和をもって尊しますっておっしゃったのは聖徳太子と言われてますけど、
17条憲法の第1なんですね和をもって尊しとなす、それが日本民族でありますから、愉快のお隣さんたちってその2割3割がクリスチャンらしいんですけど、キリスト教の教えでですね、あの右の頬を打たれれば左の頬を出せっていうのがありますでしょ。あれはね、違う教え方をされてるんです、向こうでは。どうとは言いませんけど、で、人をね恨んではいけないみたいに言うんですね、キリスト教では。手には手を歯には歯をという、そういうことはやっちゃいけないっていうふうに言うんですけど、向こうの教えはですね、愉快の大人さんたちのクリスチャンの坊主が教えるのは、それは徹底的にやらなあかんって、最後までやらなあかんみたいなことを言うてるというエッセイをですね、20年ぐらい前にどっかで読んだような気がします。まあそれね、明らかにそのこう国民性民族性に反する教えをやるとですね、やっぱり宗教広まりませんからね。だからそういうふうにこう微妙に微妙にこう変えていかなかった。それでローマ法王のフランシスコさんは船の事件が起こりましたね、5年ぐらい前に、修学旅行生が何百人という犠牲になったあの事件の時に、これを良い機会に、彼らは霊的に倫理的に生まれ変わった方がいいって、それどういう意味やねんって、かなり意味深長な発言でしたね。霊的に生まれ変わった方がいいって、霊的にっていうのは心入れ替えろってことやっていう、まああれ噛み砕いて言うとそういうことですよね。入れ替えろと、心入れ替えろと、倫理的に霊的に生まれ変わった方がいいって。だからフランシスコさんっていうローマ法王はかなりですね、愉快な大人さんたちに対する理解は深かったんちゃうのかなという気はしますね、言葉を聞くと。でまあね、こう日本の人たちってあんまりこう意識をしてないわけなんですね。彼らお隣さんたちをそんなにこう日常の あれにこう、ね、登ってくるということはあんまりないんです。好きな人いますよ、向こうのドラマ映画好きな人がいますから。その人たちってものすごいのめり込んでて言葉まで覚えてしまう。だから親戚ですからね、我々の言葉っていうのは文法ほぼ一緒なんで、単語さえピッピッピッと覚えれば私自然にガーッと入ってくるみたいですね。僕できませんよ僕全然無理ですけど、もう今更やろうと思いませんけど、やったところで何の得があってんのと思うんですけど、まあそれはええとして、まあそれはええとしてですね、一部の方以外はですね、非常にこう無関心ね、無関心な層が大半でして、でその一部の層ですね、この動画の視聴者さん、的な人はそこに非常にストレスを溜めてる方結構多い。愉快なお隣さん関係の動画というのはですね、非常に受けがいいと言われてました。私もだからしょっちゅうやるんですけども、これがなかなかですね、でもね受けがいいんですけど、いろいろとですね差し障りがあるわけでございまして、広告が入らないという差し障りがあるわけでございまして、だからあんまりえげつなく、えげつなく、あんまりはっきりとは言えないっていう、なんかねそのことについては多少私もわだかまりがあるんですけど、まあ、そういう関係でですね、あんまりだからそういうことがですね、この世界ではね、大きな声では言いにくいという、そういう状況になってはいますね。でだから日本人はそうやって関心薄いですけど、向こうはもう なんとかこう勝ちたい勝ちたい勝ちたいという思いがこうもう満ちているんで、まあ、いろんなことが起こるわけですよね。なんとかこう日本に勝たなあかんっていうその思いがですね、いろんなもうこっちからしたらもう勘弁してな、もうええやんな、まあ、適当にねというようなことが起こってるわけです。まあこの関係はですね、ずっと終わらないし、で彼らは彼らで絶対勝てると思ってるわけですから、で勝ち負けちゃうやろと思うんですけども、もう僕ら的な感覚はね、みんな勝ち負けちゃうやん、一対一でどうのこうの、別にもう一対一で勝負しようなんて思ってへんというのは日本人だと思うんですね。まあこれはですね、だからなかなかですね微妙でありながら、
500年だっても1000年だっても終わらへん問題ちゃうかなという気がいたしますね。はい、まあこれもまあ愚痴みたいなもんでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。